こんにちはのイヤーです。今回はファクトリーでタギラ狩りをしていたら怪しい集団に出くわしたので動画にしてみました。本当に恐ろしかったです。まずはフラバンを投げてタギラ探してます。開幕泣いてる音が大体するけど、時々泣かないことあるので投げてます。タギラは湧いていないみたいだね。アテンションとサーチ上げのために箱を砂取っています。漁っていたら割とお金になります。そういえば今回使用している武器ですが、こんな感じのカスタムです。使用弾は HP 弾になります。スカブの胴体打ちまくることでアサルトスキル上げれるので使用しています。割と問題なくタギラも倒せます。いい弾使った方が安定するから本当はいいけどね。何今の？黒い服を着てる。カルト湧いてる。ファクトリーのカルトの確率 5% とかかな。最高。うわ、ここから出るの本当に怖いな。ちょっと回っていい感じに枯れるところ探そう。でも上に上がった感じもするし、先にクリアするか。なんかいた気がしたけど気のせいかな。さすがに中は明るすぎるからナイトビジョン外そう。部屋の扉も開いてないし上にはいなさそう。ファクトリーのカルトの脇位置とか全く知らへんし、きついな。やばい、何も考えてへんかったから戻ってきた。なんでいないんだけど。 A few moments later. 結局一周してきたけどいないんだけど。なんか音聞こえたんだけど。やばい、カルトだ、殴られた。待って、今さら大集合やねんけど、きつ。なんか瞬間移動してきてるんだけど。おお、バカがナイフ持ってきたからよかった。毒食らってる最悪や、初めのやつか。怖いけどカバン中に色づきあるからあさろ。中身多すぎやろ、これは無理やて。毒えぐいし ETG も刺して無理やり倒そう。あとは教祖様だけやけど、なんかグレで自殺しなくなったって聞いたけど、姿見えないしだるいな。だいたいこういう時いきなり撃たれて倒されるんだよね。やっぱり見つからない。ここら辺に隠れてたりしないかな。オッケー、ないんだよね。
戻ってとりあえず砂取ろうかな。グレネード、なんか死んでるけど、こいつマジタスクがあるのに教祖倒せないマジ感。カルトうまいし、うまうましますか。注射器はガチで助かる、毒治せる。今回弾抜いてなかったりするけど、美味しいのでみんなはしっかり抜いてね。うまうまタイム終了、帰りますか。よかったらチャンネル登録と高評価してね。ほなまた次の動画で会いましょう。